手持ちの粒すべてしょがれるりゃう熊のプーさんよりプーをやってまいりましょう。はい、もうプーさんといえばね、もうね、熊のプーいいよもいるよ、そしてクリスマロビン、おーすげえな、プーさんだらけじゃん。で、たまると、あ、なるほどね、はい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 、一気に消してくれるんだ。 4.2 秒だったっけ止まってる時間が。なかなかいい感じじゃないですか。え、これに近いスキルってなんかラビットなんか不思議な国のアリスに出てくるクマさんじゃない、ウサギさんでいなかったっけね。いたような気もしなくもないけど、だからこうやって遠くに離れていても心は繋がってるぜっていうスキルってことだよね。あ、いいじゃない。でもちょっと溜まりにくい、クリスムにしてちょっと溜まりにくいから若干使いにくそうだね。意外とポイントも伸びてないな。時間止める系ってやっぱり結構あれなんかな、大したことないのかもしれないね。うまく繋げられたら別なんだろうけど。いやー、僕ね、蜂蜜大嫌いなんですよ。もうなんかあの甘い感じが苦手なんだけど、もしも蜂蜜を食べるんだとしたら、熊のプーさんに出てくる蜂蜜、これは美味しそうなんだよね。これは非常になんかね、一回食べてみたいなっていう気はしますね。あんなに手にね、べちょってつけてさ、こう食べるってさ、すごいなんか美味しそうじゃん。だって、直でいけるってことでしょ？そりゃもう、ロイヤルゼリー満々ですよね、もう。ロイヤルゼリーまんまんよーっていう感じですよね。あれ、これもしかしてさ、これ収録してる時に音楽が小さく流れてるんですけど、はっきり流れないからわからないんだけど、もしかしてこれなんかさりげなく音楽止まってる、これやってる時って。なんかすごい再開した時になんかすごい中途半端な感じで聞こえてくるんだけど、もう一回止めとこうか。あ、無理無理って言っちゃったはい、ということで熊のプーさんに、どっからプーさんが時を止めるっていう能力がつながってんだろうね、ちょっとよくわかんないんだけど、まあいいや。はい、ということでまた次回お会いしましょう。バイナラー。